皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は GU で買っていただいたパジャマをご紹介したいと思います。前に2回ぐらいご紹介したことあると思うんですけれども、今日はまた違うシリーズのもの、新しいものを出てで買っていただいたので、はい、ご紹介します。では早速スタート。じゃじゃーん、こちらがマシュマロフィールセット長袖&ロングパンツレオパード10ピンク XL ですを買ってもらいました。頼んだらねプレゼントしてくれました。はい。でこれ私ね、ちょっとさっきお話ししましたけど、去年パンダちゃんのを GU で買って、でその前にウサちゃんのピンクのを買ったんですけど、これが今年多分新しく、毎年ね新しいのを出すんですけど、これが新しいレオパードのものを出してたので、これ可愛いなと思って、でちょうどね値下げしてたんですよね。2990円が1990円になってたので、ちょっと頼んだら買ってきてくれました。はい、もらいました、プレゼントで。はい、では早速開けてみたいと思います。これねすっごいモコモコで可愛くて、あったかいんですよ。でフードだから、なんかフードとかってどうなのかなと思って、フードかぶったりしてもあったかいので、結構もうほんと毎日寒いと着てるんですけれども、サイズがなんか大きめがいいからと思って、うさちゃんの方を XL にしたらすっごい大きすぎて、でお袖がもう出て寒くって、でその次にパンダのねこれね買ったらそれでも大きくって、だけどそしたらなんかだんだん洗っていくうちに袖がだんだん短くなってきちゃって、私別に腕長いとかじゃないのよ、160ぐらいだから、そんな別に腕がすごい手足長いわけじゃないんだけど、だんだんなんか短くなってきちゃって、今度買う時 L でいいかなと思ったんだけど、それはそれでなんか短くて寒くなってきちゃって、なのでまたちょっと全然大きいんだけど XL を頼みました。でじゃじゃーん、お耳がついてレオパードなので、これはこれで可愛いですよね。すごいねあったかいんですよね。でフリース、ユニクロのねフリースと一緒で、やっぱり毎年買っちゃうんだけど、やっぱりモコモコ加減が新しい方がもうね毛が立っててあったかいからね、せっかくセールになってたから買っちゃいました。これはこれで可愛いです。はい。でこれにこの無地のおズボンがついてます。でこの裾はこういう風に、でも大きいから、ね、全然ここそんなになんかギュッとなってないから結構 めくり上がってきちゃうんですけど、はい、これにこれです。なんかすごい可愛いんですけど、可愛いちょっとピンクのレオパードを買ってみました。はい。ですごい本当これ本当にふわふわしててあったかいので、すっごいこれおすすめです。はい、ちょっと着てみたいと思います、上だけね。はいはい、着てきました。すごい可愛い、なんか XL だけどなんか袖短くなったサイズ、なんか袖出ちゃうんですけど、なんかちっちゃくなったかもサイズが、だって私伸びたらここが出ちゃうもん袖が、すごい短くなってる、XL だよねこれ、XL なのにすごい袖が短くなって、なんかサイズがちっちゃくなったかもです。 XL でも私ほんとこんな、なんか上げたらこんな袖が出ちゃう、あらなんかすごいちっちゃくなりましたよサイズが、まあ、でも袖が寒いのはね嫌なんですよね。
手首足首冷やさない方がいいですよね女性は。はい、でもこれすごいまあいいです。こんな感じでちゃんとついてます。はい、こんな感じでかぶってると本当バカにできないんですっごいあったかいんですよね。家の中とかでもかぶってますけど、はい、こんな感じですね。はい、これ色違いで茶色と白があった、ちょっとうろ覚えですけどあったような気がします。私はあのピンクを選びましたけど、こっちとこっちね、はい、買いました。はい、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ちょっと髪の毛がぐちょぐちょになっちゃった。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひお願いします。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。